どうもこんにちは、しおりです。2023年10月9日月曜日放送のハロドリについて今回も感想をゆるりと語っていきたいなと思います。まずはハロプロ研修生発表会に密着。9月17日18日にハロープロジェクト研修生発表会2023テリハが行われました。今回は9月17日の東京ゼップダイバーシティでの公演に密着ということで、ハロプロ研修生は新衣装でしたね。ベースは黒と白で、ウエストあたりに差し色のブルーの装飾がされている、全体的にクールな印象の衣装になってました。開演前には安定化しつつある小野田かりんちゃんと吉田ひのはちゃんのツーショットかりんちゃんのポニーテールがすごく似合ってて可愛かったです。本番直前に上野先生のリピートアフターミー、これなんて言うかな、続けて言ってくださいみたいなやつで、私が一番可愛いぞに対して久保田奈美ちゃんが一番声が出てて笑いました。常にアンテナ張ってるからか無意識なんか分かんないんですけど、反応早くてさすがやなと思いましたライブ映像はまず全員曲のモーニング娘。シャボン玉とハロプロ研修生ユニット2-3の大好きだけど付き合えない女で地球は回ってる。シャボン玉のセリフは上村玲奈ちゃんでした。めっちゃ可愛かった。新グループの中でセリフ担当になっていくんかなと思いました。その後の西崎美久ちゃんはパンチの効いた歌声で高音担当のイメージやけど、がなりもいけるんやなっていう発見でした。そして次は川野ソアラちゃん、牧野とわちゃん、林ニーナちゃんによるプッチモニのチョコットラブ。10代の女の子が頑張ってるだけで涙が出そうになる年になってきたなって実感してます川野ソアラちゃんは可愛さがどんどん更新してってるし、ハロメンがよくやるようなヘアアレンジもすごく似合ってました。牧野とわちゃんは笑顔を見せてくれるだけで嬉しくなるし、終わった後も清々しい表情で成長がすごく楽しみな子やなと思います。林ニーナちゃんはほんまに歌がよくって、リハーサルの時からも思ってたけど、セリフっぽく歌うのが上手やなと改めて感じました。牧先生からは3人とも一気に表情が変わって、歌を伝えることや見ていただける楽しみ喜びを実感してくれたと思う。素晴らしい成長ぶりやったからこそ、これから基礎を学んでほしいし、歌やダンス、リズムの深い部分を追求して勉強してくれると嬉しいとのことです。上野先生からは今しか出せない輝きやフレッシュさが出てて、本当に素晴らしいステージになってすごく嬉しく思う。今持ってる自分のいいものを大事にしながら、それぞれ課題を持って進んでいってもらいたいとのことでした。ライブ映像の続きはお茶ノーマのちょっと情緒不安定夏、筒井ロコちゃんの勢いのある夏がスカッとしててすごく良かったですハロプロ研修生ユニット2-3ハロプロ研修生お茶ノーマの北原ももちゃんと久保田奈々美ちゃんのテーブル席空いててもカウンター席は、上村玲奈ちゃんがとにかく可愛くって、曲中の主人公ひまこ役やったんですけど、主人公感が強くって可愛い以外の感情がなくなりました次に椿ファクトリー新曲リリースイベント、2023年9月21日に池袋サンシャインシティ噴水広場で椿ファクトリー11枚目のシングル勇気 It's My Life 妄想だけならフリーダムでもいいよのリリースイベントが行われました。ライブ映像まず1曲目は勇気 It's My Life、 躊躇なんかないウォーウォーウォーのコールがすごいよく聞こえましたね。改めて聞いたらコールを入れやすい部分がいっぱいあるんで、ライブで盛り上がるやろうなと思いました。爽やかな明るい曲調なんですけど、山岸莉子ちゃんがさらっとそれじゃねって歌ってて、そこで急に卒業っていうのを意識させられてハッとしました。イベント終了後に新沼空ちゃんも言ってたように、寂しさを感じさせないいつも通りの莉子ちゃんやったんで、個人的に実感なく卒業の日を迎えそうな気がするし、卒業しちゃってから急に寂しくなるかもって感じたんで、今のうちにしっかり目に焼き付けておかないとと思いました。そしてもう一曲は妄想だけならフリーダム、サビの振り付けレクチャーがあったんですけど、難しくなかったですか真似して一緒にやってみたんですけど、年下のところわたわたしてしまって、一回見ただけじゃ習得できませんでした。福田マリンちゃんとヨフルノちゃんが二人で一人の振り付けをしてるのが可愛かったです。来週は京都の平安神宮ライブイベントに密着。ハロドリが京都にと思ってびっくりしました私も平安神宮に見に行ってたんで、実際に自分が見てきたコンサートの舞台裏を見ることができるのがすごく楽しみです。そしてラストにも椿ファクトリーの妄想だけならフリーダムダンスレクチャーの続きがありました。あれだけじゃ覚えられへんやろって見透かされた気がしたんで、しっかり練習します2023年10月9日月曜日放送のハロドリは
TVer でも配信されてるんで、ぜひチェックしてみてください。視聴期限は1週間後の2023年10月17日火曜日の11時59分までです。それでは今回も最後まで見ていただきありがとうございます。また次回の動画もお楽しみに。バイバイ。